もエレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回はこちらですね、キャプテンの、はい、はい、実写化早くってことで、うん、はい、こちらですね、実写化、誰が実写化ね、まあ一回ね、やっているんですけど、やられてるんですね、はい、実は誰、どこのゾーンをやってるんでしょうね。谷口のところっぽいよね。前ぐらい谷口が多分主人公かな。谷口が主人公で、うん、丸い五十嵐あたりが丸い五十嵐で、谷口のお父さんとお母さんが出てるんだよね。はい、で、うん、オリジナルのヒロインみたいなのもいます、ね、ヒロインもいる。美咲静香野球部の顧問ってなってますね。顧問ヒロインじゃないのか、先生が。佐野は出てきますか。もちろん佐野もいますよね、はい、まあ、佐野は出てこないとね。佐野誰がやったんだろうね。なんで佐野が気になる。気になるね、佐野は。河野智也さんって河野智也さん、一応あの青葉の部長もきっちりサングラスかけてやってくれてるのかな。全然知らなかったな、映画になってんのは。ちなみに谷口は誰がやってるの。伏せのりゆきさんっていう。伏せのりゆきさん、ちょっと僕も分かって存じ上げないです。そうね、まあ、じゃあちょっとこちらね、現代版でやっていきましょう。現代版ね。今回俺マジでいきました、谷口貴男。谷口貴男ね、まあ、だからこの漫画やっぱイケメンとかいないですから。まあね、うん、だからもう本当普通の若者にやらせるわけにはいかないかなって思うんですよね、うん、なので僕は、えなりかずきさんです。ちょっと真剣にやってますね、今日は。いや、俺は毎回真剣にやってますけど。私もえなりかずきで。そう、はい、あ、そう、やっぱり性格良さそうなんで。まあまあ、そうそう、はい、なんかあの僕とした感じはやっぱりえなりかずきさんっぽいなと思ったんですよね。もうちょっとゴブ狩りにしてもらってね、うん、まあ、それはもちろんね、えなりかずきで やってもらいます。そうね、はい、中学3年生、まあ、2年生の時。丸いです。丸いね。丸いは僕は、伊藤敦史さんですね。うん、まあ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 、はい、まあ、ケンケンしてる感じもね、うんうん、なんかやっぱちっちゃい人だなって思うんで。私もちっちゃい人で、はい、浜田かっこですね、やっぱね。まあ、まあ同じライン、じゃ同じライン。まあそうですね、えなりかずき、浜田かっこ、うん、なんかその感じはしますよね、はい、うん、同じ系譜を歩んでるというかね。五十嵐。五十嵐ね、五十嵐はやっぱ猿顔ですから、この流れで言ったらもう中野太賀さんですね、うん、ちょっと太賀くんでかくない。そう、なんか俺ちっちゃいイメージなんだけど、うん、俺はもう猿顔有名人で調べました。いや俺もやったけど、正直猿顔有名人で調べたら出てきました。はい、佐藤健くん。いや佐藤健かい。猿顔有名人出てきた、一気に猿顔有名人。あ、そう、はい、俺はまず最初に伊藤敦史さん出てきた。一番最初に出てきたのは織田裕二が出てきました。あ、織田裕二もいましたね、はい、うん、佐藤健君。佐藤健、猿顔なの、うん、やっぱ五十嵐のところは佐藤健で固めたいっすね。そうか、じゃあ今度、まあ、こんなやっぱでかい人じゃないとね、いけないんで、鈴木亮平さんですね。だからちょっとそんな感じじゃない、鈴木亮平さんがワイワーとか言えないでしょ。いや言えんの、鈴木亮平さんはコメディもできますから。やっぱりいや、もうこいつしかいないでしょ。誰ですか。サルゴリラ赤羽です。ダメですよ。ムカつく感じもできそうじゃないですか。赤羽じゃちょっとちっちゃいのよ。なんかドタ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 ってでーんってやってほしいんですよ。でーんじゃない。赤羽のでーんみたいです。まあだからね、キャプテンこそは本当芸人編でよかったんじゃないかって本当思いますよ。赤羽でーんってやってほしいんですよ。赤羽でーん、うん、めちゃくちゃ嫌なやつだな、赤羽がやったら。今度の親父、本土のお父さんもね、まあ、人格者なんですけど、ある程度ね、雑さとこう優しさがあるっていうね、うん、佐藤二郎さんですね。佐藤二郎ね、うん、これはもうすごい合ってると思いますね。佐藤二郎さんもちょっとボケすぎかな。別にボケてていいのよ、あの役は。これはこちらですね、はい、赤羽の親父です。ダメだよ。見たこともない赤羽の親父。何そこだけしっかり親子でやってる。人格者っぽいじゃん、赤羽の親父。いや絶対甘やかしてるしね。赤羽のことなんて。赤羽もやっぱりそのお父さん自営業かなんかなわけでしょ。
わかんないけど。それでお父さんが仕事で使ってる軽乗り回してましたからね。それになんか AKB の CD 入れて乗り回してましたからね、赤羽は。赤羽はもうなんかすごい近藤見てると赤羽を思い出すんですよね、なんかわかんないけど。まあ確かね、うん、あのね、甘えん坊な感じね、うんうん、下には優しいもんな、やっぱり。まあね、うん、変態な感じもあるしね、ずる賢い感じね。これ難しいよね、実際誰がやった方がいいんだろうな。まあね、元の漫画のイメージはもうなくなっちゃうな、きっと。特にストーリーはないからね。そうなんだよね、うん、一生懸命ガンガンやるっていう、うん、普通の球児、うん、名もなき、うん、まあ、その、まあね、野球シーンいいもんね、うんうん、そうね、そうだね、そうなるよね。例えば球児たちの演技は見てらんないと思うよ、多分。まあ演技も何もないからね、うん、本当に試合させればいいか、うん、確かにそういう方がもしかしたら見てられるかもしれないですね。佐野かとは、佐野はもう亀梨くんでいいんじゃないの。亀梨くん右投げか、佐野左投げだもんね、うん、佐野左利きなんだよな、うん、佐野こそやっぱチビじゃないといけないからな、体育座りしてるからな、最初ベンチの奥で。あんな隅っこでね、うん、佐野誰だ、まあ、左投げまでちょっと調べられないからな、うん、ちっちゃくて神木隆之介くんかな、やっぱ。まあイメージはね、うん、合ってるね、線細い感じで。まあ、実際映画化されるかもしれないもんね。だって40年経って映画化されてるわけですから、うん、ただもうちょっとあまりにもストーリーがなさすぎるから。いや、まあ確かにストーリーは本当谷口のところぐらいだよね、うん、まあ丸井のところまでいいか、うんうん、なんかキャプテン外されてみたいな、外すだなんだみたいな話してっていうね、うん、まあそうですね、まあ、もし、はい、うん、実写化されるとしたらぜひ皆さん楽しみにしておきましょう。で、まあ、プレイボールはいつかやるんですか。プレイボールやりますよ。プレイボールやるんですか。やります、うん、またリクエスト来たらプレイボールやります、まあ、確かによくこの視聴者の方がキャプテンをリクエストしてきましたね、はい、いくつの人だったんだろうな。男性だったんじゃないですか。いや、でも分かんない、女性でも読んでる人いるかもよ。プレイボールはストーリーあるからね、まだ。あ、そう、うん、まあまだ、うん、じゃあもしねプレイボールもやってほしいよって方いらっしゃったらね、うん、ぜひコメントの方に、うん、絶対やらないでくださいっていう方はもうそちらコメント書いていただいて。はい、よろしくお願いします。はい、まあひとまずねキャプテンはぜひ皆さん読んでみてください、はい、お願いします。はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。ここは何としても全ての攻撃を想定した守備地について守備の力で抑えるんだ。はいな。それから近藤は徹底的に臭いところをついてけ。はいな。いや、そういうことじゃなくて、っていうか臭くねえし。どうもありがとうございました。